皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。よし、ではファイナルファンタジー4実況プレイパート14やっていきたいと思います。さて、先週公開されてね、見てくださった方もいるかもしれませんが、こちらの撮影の多分2ヶ月、3ヶ月ぶりくらいとなっております。ね、だいぶ日が空いてしまったんだけども、ここの状態見ればなんとなく内容は思い出せます。確か前回はですね、磁力の洞窟に行って、ダークエルフからクリスタルを、回収して、で、これからあれですね、この土のクリスタルを持って、ローザ救出に向かおうということになっております。さて。では参りましょう。来た。今日の撮影から、後ろの方で、嫁さんが見てますが、微妙にね、風邪気味で、咳込んだりくしゃみが出るかもしれませんが、まあ、編集で、うまくこのカバーできたらカバーしていきます。土のクリスタルは、ここにある。ローザはどこだ？ふん、慌てるな。俺の引く腕についてこい。こうなんだろう、だいぶ嫁が後ろにいる状態でも、こうキャラのね、キャラに入り込んで読むのがだんだん慣れてきました。さて、カイン、どこへ隠れおった？そう慌てるな。ゴルベーザ様から一言お礼が言いたいそうだ。ゴルベーザ、約束を守ってもらって嬉しい限りだ。姿見せい。流行る気持ちもわかるが、私の礼を受け取ってほしい。え？私は君の愛しいローザと一緒にこのゾットの塔の最上階にいる。ここまでたどり着ければ、ローザの命とクリスタルを交換してやろう。ゴルベーザ、貴様！早く来なければ、君の大事なローザの命は保証できぬ。さあ、登ってこい。よし、行くぞ。マップの構造はですね、あんまり覚えてません。とりあえず適当に探索して、アイテム収集もしつつ進んでいきたいと思います。こいつら硬いからな。魔法攻撃じゃないと倒せない。なんでもいいんだっけか、こいつら。よし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 。なんか武器いいのあったっけか、なんもねえや。よし、バックアタックめんどくさい。テラがやられる。テラ HP 低いからな。よし、待って、フレームメール。お、いいね。さて、2階。ペンタウルナイト。確かね、このダンジョンは火属性に弱い敵が比較的多かったので、まあ、主にテラのパイラが活躍しそうです。でも物理でも十分強いぞ。
よし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 。ちょっとなんかあるかな。お、宝箱がありました。遠いな。硬い。さすが。これで MP がもうちょっと高ければな安定感が出るんですけど。とにかく入り組み方だね。敵の出るヒントが半端ないっす。そして敵の攻撃力もマジで高い。うわ、3300。やばいやばいやばい。よし。すでに結構ピンチっていうね。ハイポーションもっと買ってくればよかったな。お、強い。よしよしよし。召喚。でもこの人形はそんなに強くないぞ。よし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 。さて、この宝箱が起こらないんだよね。どうしよう。ちょっとかばっとこう。頑張れセシル。ん？アスカ魔法間違えた？しまったー。セシルでな、回復したってそんな回復ないもんな。お、これ結構やばい。逃げようかな。お、ちょっとこれはきついぞ。エーテルがあるから、まあ。お、準備不足か。はいはい。これが怖いんだよね。氷の爪にして、はめる、攻撃、ブリザが。これが痛い。うお！お、ナイス！フレイムソード。回復力が少ないんだよなぁ、セシルのは。まあいいでしょう。フレームソード。攻撃力が上がりました。お、こなした。お、ナイス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 。いいぞ。いいぞいいぞ。よし。いや、もう炎の爪にしよう。まあ、なんとか
うまいこと切り抜けるしかないですね。お、強い。うん、フレームソード強い。これならテラの MP もある程度回復に温存できそうだ。しかし敵攻撃力高えな。すげえ出るし。うん。敵が強い。よっしゃ。やべえな、ハイポーションもっといっぱい買ってくればよかった、本当に。戻ってくるし。これはもう、ゴリ押しで。よし。こいつが一番楽。一方で出てくるんだって。よっしゃー。遠回りさせられただけで何にもアイテムなしっていうね。あー、ちょっと待って。なんかいいのないかな。ないかー。とりあえずボムのかけら。お、思いのほかいいダメージ入ったな。えい。どんどん進もう。行き過ぎるし。よし。待って。敵の出現頻度やばくね？出すぎでしょう。よしよし。よし。いやー、敵の攻撃がなかなかきついね。沈黙はまあ別にいいか。どうせ MP 使わないしな。これはさっきね、アイテムでもよかったんだよね。今間違ったけど、操作。うん。これでいいんだ。あ、後ろ取られた。隊列を。回復しよう。よし、じゃあ左の扉から入っていきます。持ち物がいっぱいだ？なんだと？ほんとだ、いっぱいだ。囚人の服いらないかな。この辺もいいかな。使い道はあるっちゃあるんだけど。地獄の爪。
これでいいかな。よしよしよし。呪い？呪われてしまった。十字架あったかな？あるある。あ、そっか、戦闘終わったら回復するのか。逃げ思ったら結構きつい。ナイスヒル。よし、おエスナバいた。フレームシールド、まず魔法の配置をね。で、装備、フレームシールド。能力は変わらないけども、霊気に強い。やべ。ペラがピンチ。オッケー。ピンチの魔法値。では真ん中の部屋へ。多いね。申し訳程度に22ダメージ。オッケー。さすがにきついな。エーテルの使用頻度が半端ないです。お、後ろから倒す。いいね。よしよし。真ん中のフロア、大地のハンマー、これはシュートが装備できる。攻撃力も高いし、アイテムとして使っても効果があるやつですね。では、まず、右の扉。はい。うん。こいつらが出てくるとちょっとホッとする。あ、そうだ。使ってみよう。大地のハンマー。まあ、威力はそこまで高くないな。簡単で。よし。司祭のローブ。一応持たせておきましょう。逃げ。おし、いいぞ。では次のフロアに行きたい。強いな。よし。さあ、ガンガン進もう。よし、やっとセーブポイントだ。回復回復。ここまで来ちゃえば大丈夫。ではセーブをして先に進みます。さて、いいかな。行くぞ。
ようこそゾットの塔へ。お初にお目にかかる。私たちはこの塔を司る四天王、風のバルバリシア様の片腕、メーガス三姉妹ドグ、同じくマグ、私はラグ。残念だがここまで。クリステルは私らがいただく。我ら姉妹のデルタアタックでローザとも別れさ。さて、ここで戦っていくわけですけども、デルタアタックが厄介なんで中央のマグから倒していきます。面倒だからね、強力なやつを一気にぶち込んでいきます。リフレックかけてデルタアタック、これがねなかなか辛い。とにかく中央のマグさえ倒してしまえば戦闘でね一気に楽になるんですけど、起きた、よし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 、ここまで早かったな。リフレクはもうかかってこないだろうから一気に行こうか。ん、こんな。どこ殴る？そこ殴ったか。お、パスク。むしろありがとう。よし。崩れしまえば楽勝だったな。バカだ。デルタアタックが破れるとは。あれじゃあ。一発しか食らわなかったけどね。よし。じゃあ一回回復しに戻ります。あー、危ねえ危ねえ。よし。はい。では一回ここでセーブして、今回はここまでにしておきたいと思います。さあ、次回はローザ救出なるか、というところですけどもね。また頑張っていきたいと思います。はい。では、ファイナルファンタジー4実況プレイパート14、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれなー。